私に会いに来たの？シングルスプラッシュ。ストーリーモード。自分ではよくわかりませんが、1回戦の時よりも確実に腕が上がった気はするぞ。そうですか。だとしたら絞った甲斐がありました。でもさ、おっぱい出なかったね。当たり前だよ、みのりち。おっぱいはお母さんにならないと出ないんだから。そっか、みのり出したかったんだけどね。恥ずかしい経験でしたが、勝てたのでよかったです。いい勝負だったね。最高の評価だね。
よね。ああ、あれは間違えちゃったんです。カツ姉様は関西弁を喋る子が好きっていう間違った情報に振り回されてしまって、それで5分でわかる関西弁っていう本を買って無理やり関西弁を話したんですよ。そうだったんだ。私ったらおちょこちょいって。もっと本気を見せて。
暗記を見せて。お姉ちゃんもみやびさんも嫌いだもん。勢いで優勝してやるぜ。優勝してもいいですが、もみもみチケットを優勝商品にするのだけはやめてください。大丈夫だよユミちゃん、そんな願いは私たちが阻止するから。
高の評価だね。正体は言うまでもなく分かっていると思いますが。もちろん分かってるって。油断できないよね。せっかくここまで来たんだから絶対優勝だよね。ああ、帰ったら優勝パーティーだ。ええ、パーティーの料理はわしが腕を振るいます。楽しみ。楽しみ。最後の戦いも勝利しました。これが決戦の力です。やばい、大勝利。最高の評価だね。
解です。